はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの七夕スペシャルガチャを引いていきたいと思います。で、まあ、特に関係ないんですけれども、このサクスペの動画が、表記上は今回で第500回という形になりまして、まあここまでね、お付き合いいただいてありがとうございます。で、500回記念は特に何のイベントもやることなく、まあ普通にガチャを引いていきます。まあそんなわけでね、一応この寺道くんがデビューキャラになってて、まあちょっと性能的にはもう全然わかんないんですけれども、まあなんかツイッターとかでね、ぜひ引いておこうみたいな、確保しておこう的な流れになってるんで、まあ70連目のところまで引いていきたいと思います。でちょっと見てみると、総力上限アップがついてまして、で金徳が、まあ、アンダ製造機、多分こちらが確定で、あと思考の外野手ね、が取れるみたいなので、多分なんか思考の外野手要因で、なんか寺道くん、確保しておこうみたいな、多分タックもなんか強いみたいなんで、まあ、ぜひ持っておきたい1枚になるみたいですちょっとわかんないそんなに詳しくは。で、まあ、こちらのガチャをね引く前にですね、今あるのがあと織姫ガチャで、あと覚醒祭りがあるんですけれども、ちょっと織姫ガチャはスルーをして、まあ、そんないっぱい引けないよねっていう覚醒祭りの方が一応初回の10連で、まあ、はるかちゃんかミッキーのどっちかが、PSR でもらえるので、まあ、ここを10連はちょっと引いておこうかなと思います。はるかちゃんもミッキーも両方、PSR は持ってないので、で覚醒が、ミッキーが、総力上限アップがついて、もう一つはちょっと分かんないすいません。で、はるかちゃんの方がスタミナ上限アップなんだよね。で、はるかちゃんって経験点高くて、さらに野手の場合は独身術がね確定で取れるんで、まあ、本当だったら、まあ、野手の方で上限アップがついてくれるとさらに、使いやすい感じはするんですけど、まあハイスピンジャイロとかね、まあ俺的にはかっこいい金徳が取れるんで、まあ投手で使っていってもいいかなと思います。でもう一つが、初期評価アップだったと思います。はるかちゃんはね、そもそもデートでそんなに評価が上がっていくタイプの彼女ではないんで、まあ評価値がね高ければ、お守りとかも必要ないので、まあそれはそれでありかな。まあさらにね、イベント経験点アップが乗るともうめちゃくちゃ経験点もらえる気はするけど、そこまでは特に来なかったですねというところになります。なので、まあ、まずはこれ10連引きましょう。はい、あれ、ちなみにさ、これ引いて足りる70連まで、次のやつなんか微妙な気がしてきた。ミッキー、そう、はるかちゃんはなんかの選択権で最悪取れた気がする。まあ佐伯さんがいるやつだったかな、だから佐伯さんを取りたい気がするんだけど、まだ補助券とかね、補助券っていうか選択権かなんか残してます。一応ミッキーでしたという感じです。じゃあ本命の方ですね、上に行って七夕スペシャルガチャ、タンガチャもまあやっとこう、足りなかったら補充してくればいいんだ。これはバナ PR だっけ。でこの3人はもう大して持ってないんで、寺道くん、あれこいつって肩だっけ、ちょっと見ればよかった。まあいいや、とりあえずじゃあ10連目に行きます。はい、ここは SR、 もういいや、演出はカット。あれ3枚も入っとる。あ、でとりあえず SR は確保して、あ、合わせちゃんとか、そっか、常設キャラだっけ。でここら辺は同栄だ、よしよしよし、同栄はいいっすね。練習を見ましょう。肩だよね。で技術ボーナスがあってタックは多分ね70で止まるはず、あ止まらなかった、90か。で練習効果アップが35で 15% ついて、得意練習30の50はね練習効果30だった気がするんだよね。でタックボーナスがついて試合経験点ボーナスがさらにつくんで、あ、まあかなりいいんじゃないですか。確かに強いね、タックとしては強い。初期評価もね、75あるんで。でなんで総力なのっていうのがちょっとよくわかんないんだけど、こ
コツを見てみますか。阿部日粘り打ち、バント職人か。盗塁アシストは潰しておく。他ホーム突入も持ってんのか。まあそんな感じ。怪我しやすいんだ。怪我しにくさ三角。ちょっとどういうキャラなのかがよくわかんないんで、プロフィールだけ見とく。外野を守る選手。試合より練習の時に目立つ。努力家だけど移り気なところがあり、そこを克服すればいつかは。ちょっとわかんない。ネタがよくわかんないっす。じゃあ20連目に行きます。ここも SR か。はい、まあ、ちょっとまた、いやなんか虹が出なければ演出カットみたいな。北斗、ここもう1枚入ってますね。うん、アンパン、アンパン PSR 持ってないんだよな。アンパンもなんかね、別バージョン出てほしいよね。なんか柔道アンパンみたいな、なんか誰かのコメントで書いてた気がする。柔道アンパンが出るのを祈ってアンパン貯めとくみたいな。じゃあ30連目と40連目はバナー SR。 サクサクいこう、サクサク。うん、北斗、北斗今どういう状況だっけな。これはもうサクッときか。はい、だ例によってね、まあ、最後に PSR 取れるかどうかっていうところもねあるからね。いやこれ足らんわ。石が足らん。1枚。ああプラゴをどうだろうね、持っていけるかな。普通のプラゴでなんだっけ。ちょっともう一回、あ、90%か。タック90の、だって試合経験点があって、得意練習率アップがあって、練習15があって、技術ボーナス6でしょ。まあ悪くない、悪くない。まあ、もちろん50で使えれば、ちょっと、すいません、なんか、コントローラーが荒ぶっている。50で使えるにはね、越したことないけど。で、5回目引いて、6回目引いて、7回目足んねえわ。おお、またよく出るな。ユッキーとか、ユッキーとかもレベル全然低かった気がする。で60連目でバナー PSR。 バナー PSR だね。ここバナーキャラ誰も PSR 持ってないはずなんで足んねえわ。残り166本になっちゃった。あの最初のやつ引いて足んなくなったんだ。まあでもね、 PSR は持っておいて損はないからね。覚醒キャラ北斗、北斗とかもはやテーブルがわからん。ちょっと見てみよう。でコントロール上限アップがついてます。で技術ボーナス、精神ボーナス、休息コツ、試合経験点は10のタックが60まで伸びるのか。うん、まあ2種類練習だからね。だよね。そう、コントロールとメンタルが入ってる。まあコツはいつも通り伸びだけ、伸びとあと休息コツだから、まあ休息コツは安定しやすいよねっていう感じですね。アーサーの休息コツとかマジでくんないから本当に。で石が足りなくなっちゃったんでちょっと補充してきます。はい、じゃあちょっと最小限で補充してきました。70連目いきます。SR70%、PSR30% で、寺道くんですというところで引いていきましょう。これはもうピコンってなんないから、もう虹がないからね、悲しいよね。いや絶対出ないってことはないけど、これは普通あプラゴだね。プラゴで使っていきましょう。プラゴには持っていけるっしょ、こんだけ手に入れればという感じでした。というところで、まあなんかね、思考シリーズはねやっぱり人気みたいなんで、思考の1類種とか思考の2類種とかで思考の外野種が、作れるようになりますので、まあ寺道くんもね今後のサクセスで、使っていければと思います。まあこんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。